よしです。たかしだよ。へっちゃんだ。ミミクスアナクソペロリン長、どうもペロリ男爵です。ストーリーだけで居場所を当てろー。いやー、たかしくん、ほら最高だぜー。クラッシュディズニーランドのクラッシュ。ストーリーってなんだ、知らないな。こんなクラッシュ嫌やな。何でも答えてくれるからね。はいはい、さあ、でも今回なんですけど、はいはい、今現在アメ村にいます。はい、いや、はい、一人いないじゃないですか、メンバーが。ほんまやね、トモヤン君がいないんですけどね。はいはい、トモヤン君は今このアメ村のどこかにいます。そして今から僕たちがすることは、そのトモヤンを見つけること。なんで、確かになんでなんでやるのか、自由させだったらええやん、アメ村おんねんなっていう。確かに、あいつに感謝されしたらどこやっすか。そうやな、なんで探さなあかん、やめるかやめるかじゃん。いいけど別に。やめてみたらどうなんや。あ、確かにこのままやめるな。やめてみたら、トモヤが不安になると思う。で、今から見つけます、トモヤを。はいはいはい、見つける手段がありますよね。うん、これ今回ストーリーを使おうかな。なるほど。インスタグラムの機能に、まあ、ストーリーってあるじゃないですか。ありますね。あれはトモヤ君には10分に1回、はい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 、親しい友達で僕らにしか見えない形でストーリーを上げてもらいます。ああ、なるほどね。あの、インスタグラムとかけまして、急に謎かけ、え、マリオと解きます。その心は、親しいやつは緑でしょ。お、ルイージね。ブロックしてる場合はどうしたらいいですか。仲悪い仲悪いんか。お後がよろしいよね。どこがやねん。めちゃくちゃ気味悪いわ。ということで、制限時間1時間ですね。あー、1時間、はい、で、トモヤ今結構遊んでると思うんやけど、なるほど、1時間以内に見つけられなかったら、はい、その金額を全部僕たちで割ります。うわー、マジか、めんどくさ。ブロックとかけまして、あんまり良くなかった女の子と解きます。何何何、どちらも仲が悪いでしょう。おー、なるほどね。あ、確かに、ヘロデズッチね。仲悪いとかけまして、もうええやろ。マリオと解きます。あら、はい、その心は、どちらもブロックを壊せ。おー、イエーイ、師匠、イエーイ、はい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 、パカーン、打たれる場合やね。レッツゴー。ふっふっふっ、なんと、見つかるまで僕自由時間ということで、じゃあとりあえずエロい店行きましょう。じゃあとりあえず行きますか、エロい店。行きましょう、エロい店。これマジで一発目、あいつらにも分かってほしい自分おるから。僕がよく行くカフェ、たまに編集とかで行くとこあるんですよ。そこでじゃあ一発目隠れようかな、ちょっとチルしちゃおうかな。何したい、君は何したいの。エッチなことです。ですよねー。Quand t'es venu dans la rue à côté。 ちょっと上げてると思うんで、ちょっと見ていいですか。はい、人の人生ストーリー、はいはい、上がってないよ。ちなみに、親しい友達で上げてくれてるらしいです。あ、だからお前は親しい友達に入ってない。うえー、親しくないやー。うわ、こいつやっば。はぁ、かわいそう。そういうこと、動画見てよ。はい、もう、お前の下とも見ますね。お前ね、上がってる、上がってる、上がってます、上がってました。え、ちょっと待って、来ました。こちらになります、スクショしよう。あ、ここにあります。何持ってんの、あら、飲み足りないから持ってんの。え、マネージャーに何さしてんねん。飲んでやめろってお前、どここれ、おい、やめろってお前。ちょっと待って、大学生のストーリーあるあるやってる。コールしてる、めっちゃ息してる。とりあえず今タプタプです。まあね、とりあえず喫茶店なのかな。いや、待て待て待て、まずこういう時頭いい作戦っていうのは、ここでじっくり話し合う、じっくり話し合って出た答えをまず出そうぜ。さすがドバチやろ。うん、さ、ということで何やったっけ。何やったっけ、バーモンドやったっけ。いや、まあでも喫茶店、スタバ、スタバではないやろ、あの感じは。一回行ったよ、アメ村の喫茶店。行ったな、そこ行ってみる。あり。ああ、あっこか。行ったことない、俺だけ知らん。これ人生一番きついかもしれん。
アイスコーヒー2杯一気、ほんまにきついな。ほんまに飽きそう。今のうちにさ、ここかなって思ってるとこ、いっせーので言ってみよう。いくで、ここかなって思うとこ、いっせーので。長いコーラあるとこ。なぜ長いコーラあるとこ。俺もコーラ長いとこ。はい、チンチンが長い人が経営してるところ。え、ちょっとここからさすがにちゃうか。トムヤンのストーリー追加されてへんな。まだまだ移動してないってことよね。だからこの次何しようかな。1時間違うかな。あの、全然服とかも買いに行きたいし、でも最後はね、エッチなことですよね。したいです。マネジメントですよね、それ。仕事です。ですよね。仕事です。これもう仕事って。なんかドトールとか。いやー、あの、こびあ、びっくりドンキーよ。え、ガチちゃうちゃうか。これびっくりドンキー。だったらそこはあったで、びっくりドンキー。あんねん、だから。あ、じゃあもう東大元暮らしってこと。あ、これを、あいつ先に。いや、ちゃう、高橋、そういう、違うね。師匠の顔がいっちゃん冷たかった。なんか、やる気なさそうや。あ、そうか。これさ、コーラ見たの。確かに。うお、ええ、うお、どうした、どうした。いや、俺びっくりしすぎやろ。びっくりドンキー、尻餅ついてるやん。でも、店の中まで入って確認したのも、ちょっと申し訳ない。確かに、そうそう。食べへんのかいっていう。確かにな。次のヒント待つか。そやな。てか結構ヒントが全然こうへん。次どこ行きます。次、あ、すいません、あのアイスコーヒーのカフェインで目パキってます。次の目的地はキャッチの人生相談です。キャッチの人は多分いろいろ悩んでると思うねん。ちょっと人生相談時間かかりそうやからな。バレる可能性あるけど、けどあと5分ぐらいであげなあかんから、じゃあ次早く行きますか。はい、2個目の親しい友達ストーリー来ました。やったや。ちょっと見ますか。長かった。おお、あ、こいつあれや、あいつや。ほら、レイクレイ。ほんまや、ほんまや、ほんまや。え、ほんまや、めっちゃ遠いやん。どこなん。え、ちゃちゃちゃ、この辺じゃなくない。いや、あれや、あれやん。猫か、お前どこ行ってて。いやいや、ちょっとフラット猫やん。そこら辺でくたばっとこうわ。猫やん。猫死ぬ時それやねん。あ、待って、これさ、あれやん、道頓堀とかやん。そこまで行ってんの。そこ雨村ないめっちゃ遠いやん。魔法や。俺もあっち側が良かったな。あ、すいません、あのアイスコーヒーのカフェインで目パキってます。あの、前回のスタバやろ、あれじゃ。そっか。あ、確かに確かに。あ、ほんまや。そういうことか。引っ掛け行こう、こっちやから。引っ掛け行こう。めっちゃほやん。雨村ない言うたよ。はい、キャッチの人を僕がキャッチしたんですけど。人生悩んでることがないの。なんか、俺人生相談したいな。あー、人生悩んでること。彼女、彼女できへん、イケメンのに。この辺で可愛い子いっぱいおるやん。めちゃくちゃおるっすね、可愛い子は。それでもわかんない。いやー、それはちょっとほんまこんなん言いづらいけど、多分正確にな、ありやわ。そうだ。あ、こいつ。あ、こいつ。猫か、お前。危ない。ちなみになんですけど、場所もう分かってんすか。場所は分かるけど、移動されたら誰じゃん。ちょ、移動されたら誰か、走らへん。後ろ。え、走って走って、めっちゃ走ってる。めっちゃ走ってる。めっちゃ走ってる。めちゃくちゃ走ってるやん。逆に雨村側はあんま知らんみたいな。まああんま行かへんからね。じゃ引っ掛け橋どっちなの。引っ掛け橋確か、え、あっちか。全然知らん。何何走ってて同じの。早く逃げな。わ、次何しよう。やばい。ボケに殺され、ボケに苦しめられてる。次何しよう。なんかいいボケないか。ほら、一緒やん。一緒ですね。おって。そうか、トマヤにも足ついてるか。キャッチはキャッチしていいエリアが決まってるから。上がってます、上がってます。上がってる。これ俺。あ、カール。カールや。
まだ上がってる。あ、どこやったっけ。ダッシュしよう、ダッシュしよう、ダッシュしよう。行ってる、行ってる、行ってる。あ、近いぞ。まだ分からんか。入られたら厄介やよ。食い倒れたの。います。人間みたいや。いや、俺ドマッシュ、ドマッシュ。あ、そうか。トマヤを探しに来たんですよ。か、全部切り抜きで合成してるか。怖っ。え、怖っ。怖すぎるよ。俺じゃないね。ペロペロ。俺じゃないね。ペロ。俺ではないよ。ペロ。ちょっと立ってみて。から横立ってみて。どっちやろ、どっちやろ、ペロ。ダメやろ。ダメやろ。まだ分からんか。だいぶヒントでかいっすよね、今回。あいつまだ見つからんか。まだ俺にボケさせるか。もう見つかれへん、もうネタもなくなってきた。なんかいいのないかな。本当はこの難波の街で犬の散歩とかしたいんだけどな。どっか犬転がってんか。てか、この時間にここ来んの俺初めてぐらいないわ。あ、上がってます、上がってます。え、犬の散歩。あ、しかも42秒前。 あ、橋や、橋や、橋橋っぽない。あ、橋っぽい、橋や。マガトとか、マガトとか、ここや。あるあるある、おる、あるある、だいぶ近いです。そこなんだ。いや、分からん、こっち行っちゃう。ありえる。一回橋降りてみる。右なりどっちか分からんな。ちょっと待って、トモヤンはあっちに行った可能性もあるけど、正直こっちの方が分かりづらいから、かくれんぼ的にはこっち行くのよ。でもあっちの写真見た感じ、まあ、こっちかな。いや、あっちかなーって。おい、制限時間来たんだ。でも考えすぎんなよ。どうなってた、さっきの石っぽかったな。石っぽかった、石っぽかった、石っぽかったっつったら、ここの石、うん、あっちの石、どっちかになるはずやね。でも行動心理的にこっちに行くより向こうに戻ったほっ。どこ2人追い出してる。頭パンクしてやん。考えすぎた。あはははは。ナイス。え、やっぱおもろいな。どっからやってんの。どっからやってんの。いやー、このボールボーリングじゃん。無理か。そんなこんなで残り20分です。ガチ。おー、まだあるで。ちょっと待ってな。一気キャッチ小さいと思うやん。しりとりではなさそうやな。これなんなん。バチ行けか、バチ行けか。めちゃくちゃ決めてん。急に恥ずかしなるやん今日。カンゴールでおもろいのすごいよな。なんでカンゴールやのにお前らそんなおもろなのっていう。だけど脱出ゲームのスタッフやねんけど、これ。戻る？あいつのことを何でも分かる。戻るじゃん。も戻ろう、戻るって。一回戻ろう。オッケー、じゃ戻ろう。タクシー乗ろう。こっちやで、それ。何で行ってんの。せやな。あ、でも、とかやな。あ、こんな時間には。こっちやで。そんな歩き方。せやな。なんでせんの歩き方。めちゃくちゃ俺はめちゃくちゃ笑うんけど。来ました。さあ更新されてます。ちょっと俺たちの推理が合ってるかどうか見ますね。えー、近い近い近い。もうそこや、引っ掛け。そこや、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 そこや。ちょっと待って、逃げられた。逃げよった。逃げたか。どこにいるんだあいつは。逆にさろうか。逆にあっちおるんちゃう。だからカールとかのずっと回ってたやん。落ち、あ、こっちかもしれんの。うわ、友達やめたい。そして復讐と奪還の物語、人気声優陣。どこや、どこや。うわぁ、うわぁ、いっぱい人集めてんか。
から今。胴上げのクライマックスや。胴上げか。めっちゃむずかった。確かに。いや雨村やと思ってたから。じゃあもうこれは胴上げして胴上げだけしてもらって胴上げして俺らも参加する。一番嫌な落ち方やな、これ。いった。アリ折りはびり今そかり。おい、これ中間テスト出るから勉強しとけよ。了解。領土領空排他的経済水域200海里まで。イエーお前ら、イエー上下関数ハード。おい、三兄弟。ワン、ツー、スリー、フォー、ガーナー。ストレート有名な名探偵。ワン、ツー、スリー、フォー、ガーナー。おい、焼いちまうぞ、あれで。ワン、ツー、スリー、フォー、ガーナー。あの足の速い動物のように。ワン、ツー、スリー、フォー、チーター。いやー、カロリアー、本気でありがとう。ウェイ、ウェイ、ウェイ、上下関係。よいしょ。これ、これでも秀吉？キキキ。いずれします。天下取らせてもらいます。徳川家康。かなもう。お前が持ってる陣。耳をかくのは面。アクション映画をラン。我慢強いのは真。お前の名前は。ブー。オーケー。ありがとう。ありがとう。髪の毛をきれいにするやつ、それ満点。その笑い満点。俺的には3点。俺の弱み、これが全部欠点。そしてここで俺が参戦。ガーテーヴヌーダラフ。いや、やられたね、これは。いや、楽しかった、一人。まあまあまあ。まあ、楽しかった。それから、いや、じゃあ、エヴァーが行くぜ。ナンバ2さん。